はい、こんにちは、こんばんは、浦本です。今回ですね、まずその謝罪をさせていただければと思います。前回の4月に購入した漫画というその動画があるんですけど、そこでその毎回行っている感動ランキング1位にダブルを選ばせていただいたところ、複数の方からダブル気になってます、買いますなどのコメントいただきました。もちろんその見てくれて本当に感謝ですし、コメントをもらえて幸せいっぱいでしたが、それと同時にこんな心の声が聞こえてきました。あの大丈夫ですか、ダブルってちょっと尖ってる作品ですよね。手放しに楽しいって紹介したら内容確認せずに買う人いるんじゃない。裏表よ、お前は伝える側の義務を果たしているのか。本当にその通りで、そのやはりその尖っている作品であり、自分も万人受けではないと自覚している以上、懸念というかそういった尖った部分をはらんでいるということを明確に伝えるべきでした。本当に申し訳ございません。この作品は正直攻撃力があります。その RPG でいうところの属性持ちですね。もう属性に合う人によってはもう効果は抜群だって出ますし、もう逆属性の人にはやっぱ効果はいまいちだどころか、もっと突き放してしまうような可能性すらあると感じています。緩い主人公かと思ったらもう引きずり込まれるような演技の渇望に息を飲むし、いろいろなキャラクターの遠慮ない価値観とかがもうどこどこ入ってくるし、でもう全然読んでて安心できない。もう平和なシーンですらもうどこか儚さを感じてしまう、もう綺麗事では済まないその生々しさを感じる作品です。人と人との距離が本当に怖い作品なんですよね。つまり結局ダブルって楽しいんですか。めちゃくちゃ楽しいです。もうね、楽しいと思ってないものはおすすめしないし紹介できないです。その裏表はこの漫画を読んで楽しいと感じる人間性を持ってますよっていう風にもう自己紹介をしてるような状況なのに嘘なんてつけないですよ本当に。まあでもその本当にそれとは別に、動画を見てくれてる人がいるのは事実なので、可能な限りその見てくれてる人のためになるように、まあ一側面だけじゃなくて考える方向性ですとか材料っていうものをしっかり見せる必要があったなっていうのは間違いないかなと考えてます。コメントをそのもらった瞬間にやっぱり心臓がバクンって言いましたもん。あ、やべ、これ自分ちゃんと説明できてないやわって、すごいなんていうかね、本当に、あ、本当申し訳ないっていう気持ちがドカーンときて、それで今回の動画を作ったんですけど。ということで、まあ、せっかくなのでこの場を借りてそのダブルっていう作品をもう少し深掘りしていければと思います。まずこちらの作品ですね、ダブルはコミプレックスさんが運営しているフラットヒーローズというウェブ雑誌で連載をしている作品です。少年誌で見た作者もいらっしゃいますが、まあ、どちらかといえば女性向けなのかな。まあ、その自分が通っている本屋では基本少女コミックスの棚に置かれていることが多いです。連載開始は2019年の1月からで、現在4巻まで単行本が発売しています。テーマはその男2人の役者ものとなっていて、小さな劇団の仕事から大きな舞台の仕事までもうそのプロの厳しい現場で様々な人たちと混ざり合いながら、自らの演劇のあり方とか友人に対するあり方、まあ、世間に対するあり方など様々な状況に葛藤を置くの、そして鮮烈かつ情緒的に紡がれるこの世界は、その知っているけど知らない世界っていうのをそのより身近に感じさせてくれます。あ、このシチュエーションありそうとか、プロってやっぱ大変だよなとか、演技してる最中役者の人たちってこんなこと考えてるんだとかね、そういった、まあ、いろんな目に見えないけどそれっぽいっていう雰囲気っていうのはね、本当に感じられるんですよね。その読者ならではの自らの視点だからこそ感じられる、そのいろんな感動に出会えるんですよね。まあ、そんな力を持った千差万別な感動を与えてくれる作品だと自分は感じています。ただこれは裏返すと、誰もがその読んだ結果同じ感想を抱けるわけではないっていうお話なんですよね。これが今回のその謝罪に至ったまあ一番の原因ですし、まあ、自分がこの作品を好きだって感じた一番の理由にもなります。その尖った作品っていうのは、その往々にして万人向けという単語からはやっぱ遠ざかっていくと思うんですよ。まあだからこそコアなファンがつくっていう作品もあるのかなと感じてます。まあ、ここまではそのあらすじとか、まあ、そういったもので分かる範囲だと思いますので、ここから先はただもう一読者の本当に感情というか、まあ、あの感想を言わせていただきます。まず絵側ですね。こちらも全体的に線が細くて綺麗で、その、まあ、ともすればその触れたら壊れてしまうかのような絵を描かれています。もうシンプルなところはシンプルに、かと思えばね、その随所に散らばる圧倒的なその書き込みで表現されるその登場人物たちとね、なんかその感情がめちゃめちゃその反映されているその表情っていうので読者を殴ってくる、もう感情の押し引きにすごい効果的な絵柄だと思ってます。自分の知ってる範囲だと、そのボールルームへようこそとかが結構熱量的に近いのかなって感じてます。大きいシナリオをみんなで乗り越えようって言った作品の場合は、その1回読めば、まあ、それなりの満足感を得られることって多いのかなと感じてますけど、この作品は本当にそうはいかない。もうね、注目する場所がありすぎて、いろんな見方がありすぎて、そのキャラクターごとの感情とか一演技の中の考え方、まあ、キャラクター同士の関係性から来るその A っていうキャラクターの小さな仕草とか芝居、この全体の世界を取り巻くそのなんていうか舞台のあり方とか、
本当にね、読むたび読むたび、もう注目するたびに新しい発見があります。ここまでその短期間で何度も何度も読み返して、未だに新しい発見を感じる漫画っていうのはね、本当に久しぶりにあったかもしれないって思ってます。繰り返しですけど、この作品っていうのは攻撃力があって、かつ属性持ちです。しかも人によってはもう激毒になりうる、激悪になりうる、そんな類のものですね。もう自分はめちゃくちゃにハマった。でも読むのは各々覚悟をして読んでほしい。その自らのお財布からお金を出す価値があるのかどうか、自らの時間を割く価値があるのかどうか、そして理解するためにその脳のリソースを割く価値があるのかどうか、それらは全てその人それぞれ今までに積み上げてきた己っていうものにその付随して優先度付けされていくものになるんですよね。その願わくばいろいろなものが噛み合ってこの作品と出会っていただいて、もう何かしらの感動と価値観っていうのをそれぞれの人生に感じていただけると、やっぱね、同じ作品に出会えた自分としてはすごく嬉しいなと感じてます。最後にその若干ですね、あの俗的な話をさせていただくと、この作品っていうのはもう俳優の男性2人にフォーカスを当てた作品となってます。この2人の関係性はもう友人っていう、もう関係性を圧倒的に超えていて、もう嫉妬とか依存、もうそれ以上の関係になるってことも十分に考えられます。十分に考える。自分はその人間と人間が惹かれ合う必然性っていうのがあれば、そこに性別っていうのは正直あんまり関係ないと考えてるんで、そういったその展開っていうのは説得力があれば本当に大好物なんですよね。例えばそのコウガユンさんのラブレスですとか、あとクランプさんの静電とか、もう本当にすごい好きで、もうでも ただやっぱそういった、まあ、同性同士の依存の試合とか、そういったものに対してその生理的に拒否反応を覚える人っていうのも、まあ中にはいるんじゃないかなとは思ってます。なので、まあ、そういった点でもこちらの作品はまだわからないですよ。まだわからないですけど、どういった表現が入ってくるかまだわからないですけど、一応覚悟を持って読まれることをちょっと覚えておいていただけるといいかなと感じてます。でも最後に、自分が毎月上げている何月に購入した漫画という動画にいつもある感動ランキングっていうのは、面白かったランキングではありません。みんながよく感じる感動したランキングでもありません。実は感動という文字通りの感情が一番動いた量の多いランキングになります。ですので尖っている作品っていうのがね、往々にして入る可能性が高いので、もう手放しで面白いのかというと真逆な可能性も正直人によってはあります。改めてですが、もうしっかりとその懸念を補足できなかったこと、その本当に申し訳なかったです。まあすごい気をつけます。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画をね、撮り終わってからもう多分自分はきっとこのダブルまたもう1回2回読み返すんだろうなと正直感じてます。願わくば一人でも多くの方にこの作品が読まれることを願っております。ちなみに同じ作者の作品であるこちら鮮熱ですね、こちらも自分すごい好きなんですよね。まあ、結構人を選ぶ内容ではあるんですけど、めっちゃ好きです。もしも興味があったら手に取っていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。